牧野忠志列法歴4年7月20日は、旗本第4代峰山領主。第3代、牧野忠都の向こう用紙。秋月主婦の子。母は、織田長よりの娘。陽明、岩章。通称、兵庫。官位は、十五位下、伊勢守、伊予上、針間守。室は、牧野忠都の娘。子女に、浅野町巡慶室、牧野忠友、 京国田勝根、津田正義、長谷川正康。官営三年十一月二十三日、養父の没後家徳を継ぐ。官営四年に最上五将となり、官営六年に本上五将となる。聖徳元年、十五位下、伊勢守に除任される。京宝元年、将軍、徳川家継が溶接するとその任を終え、京宝三年、中奥五将となり、 教法8年故障組番頭となる。翌年、四次となった徳川家重に付属し、二の丸に仕える。教法10年に師匠院番頭となり、家重の側に仕え、教法19年職を辞す。延教3年に致死し、家徳は、この忠友が継いだ。致死後、聖書と合し法歴4年に没する。墓書は、人山寺。ありがとうございます。